すぐに社員として働ける求人が、正直ちょっと怪しいけど、頑張れよ。応援してる。こんなところで尻込みしてちゃダメだ。ブラック企業がなんぼのもんじゃい。こっちとら職歴ホワイト、失うものなんて何一つないんだ。パンダです。よろしくお願いします。いい挨拶だ、新人。請求は奥だ。隣に先輩がいるから、そいつにいろいろ教われ。はい。パンダ？ペンギン、どうしてここに？なんだ、お前ら知り合いか。よりによってうちに来てしまったか。ここは松崎よりも暗いブラック企業だ。今からでも遅くはない。ニートに戻れ。いやだよ。せっかく脱ニートできたのに。それにブラックでもペンギンと一緒ならなんとかなるでしょ。そうかもな。先輩かっこいいです。やめろ、抱きつくな。このゴクつぶしクソパンダがニートを卒業できたのは先輩のおかげだったんですね。ひどい言いようだね。当初はやる気に満ち溢れていたのに、なぜお前はサボり魔になったんだ。やっぱニートは最高って気づいちゃったんだよね。でも働かなきゃ生きていけないから、社内ニートをすることで両立しているのさ。なあ、パンダよ、お前気をつけて解雇な。ちゃんとこれ君が送ってくれたんでしょ。おかげで地獄でも退屈せずに済んだよ。けど君、よくこんなニッチなやつ見つけられたね。これどこに売ってたの？パンダ。どうしたの？お前は俺を恨んでないのか？恨まれるのは僕の方だよ。僕の罪を君にも背負わせちゃった。え？やっぱり君には刑務官なんて向いてなかったんだよ。君は本当に、本当に優しいから。優しくなんかない。俺はお前を僕の最後に君がいてくれて本当に良かった。ありがとう。おはよう。仕事してます。おはよう、ペンギン、シャチ君。頭でも打ったのか？そう表現するにふさわしいことがあってね。凡人の自分にサボる価値なんてないから。パンダさん、何があったんでしょう？わからないが、もうすぐに元のパンダに戻るだろう。そうですね。数日後。今日も仕事してます。嘘だろ。パンダ、この仕事も頼むぞ。はい、喜んで。はい、某企画です。はいはい、ありがとうございます。よし、やった。随分楽しそうに仕事してるな、パンダ。働く中で自分の存在意義がやっと分かったんだ。存在意義？こんな仕事でも必要としてる人がいて、喜んでくれるお客さんがいる。パンダ、非凡じゃないといけない、特別でないと価値がないって思い込んでたけど、そんなことなかった。凡人の僕でも、ありのままの僕でも必要とされていたんだ。そうだな。確かに凡か非凡かは関係ない。自分らしさ、自分自身が大事なのかもしれないな。ペンギン、パンダに大事なことを教えられた気がする。よし、俺も頑張るとするか。自分もです。自分らしさ。